始ま,りましたねどうもボボビートレザーのボビー、ねえーアトザのでえ今日は12月の26日ねもうねあの年末まで、えー、カウントダウンが始まりましたね <laughs> えー、116回目のライブ配信になりますそれではオープニングムービーをどうぞ ボビーア・アトレザーのボビーです。えー、大阪のボビーア・アトレザーのアトリーからですね、ライブでお届けしております。えー、土曜日ですね。えー、土曜日、えー、と同時にですね。えー、っと昨日はクリスマス、そのおとついはクリスマスイブね。もうなんか大きいイベントが終わりましたね。えー、今日はお片付けしたりとかされてるんでしょうかね。うんまあまああの。 ゆっくりししたた時間をねお過ごしいただいていいだてるかなと思いますで、えーっとねえー、僕はですね個人的なことですけども昨日はあ,ーあの午、ー、後っていうか夕方ぐらいゴーゴーかな妹が僕のね <laughs> 妹がアトリエに来てですねでまあ、あのー、僕もギター弾いて、えー、ちょっとこうセッションセッションっていうかあの一緒にハモったりとかしてねあちょっと久しぶりに音を出して遊んでたんですけどね。 でまあそこからちょっとね食事をして、まあ、家でね帰ってであのー、まあありきたりのというか、うんね、ささやかな <laughs> の、えー、時間をね過ご,さ過ごしていましたね皆さんもいろいろこのご覧の皆さんもねいろ、えー、んな思い思いのクリスマスをね新金曜日でしたかしね えー、あの、花金を過ごされたかなと思います。で、えー、っと、まあ。もう、昔はクリスマスプレゼントのとかね、そういうのを、こう、交換したりとか、いろいろしてたんですけどね、まあ、まあ、今は。ああ、ねえ。まあ、僕にとって、どうかなと思って。実は、まあ、クリスマスプレゼントは。ああ。今日ね、いただきましたね。あの、何かというとですね。あの、このクリスマス。 プレゼントの、ねえー、オーダーをですね、まあ、何件かいただいたわけですよ。であの大切な方にプレゼントしたいよっていうことでね、えー、お作りいただけませんかということをですね、えーまあ、前もってですね、えー、予約っていうか、うん、あのお問い合わせですね、えー、でも初めての方なんでね,、まあ、ね本当にオーダーいただいてね されれる方はあれですけどさねお答えを問い合わせをされる方の、ね、ことも、ね、僕はどんなんか分かんないじゃないですかあの何回か、ね、こう僕がお作りしてたりとかしてたら大体いいいいボビーアトレーゼってこんな感じなんかなって感じで、えー、イメージが伝わると思うんですけども,お,、ね、もうお,お会いしたこともない方から。あ ね、ご依頼いただくっていうことこす,、ね、すごくこういい意味でのプレッシャーもありますし、えー、何よりもあの使命感としてはです、ねえー、無事、えーてうんですか、プレゼントがです、ねえー、喜んでいただけるのかと、ねこうね、ご依頼いただいている方のその向こう側に、まあ、さらに向こう側の方ですけどそれも大切な方ですからね <laughs> それが見張るものかできただろうかこと、まあ、ドキドキするわけじゃないですかこちらとしても。 であのー、今朝ね起きてあのメールが入ってましてあのすごくとても喜んでくれましたということですね、えー、ご連絡いただきましてねもうそれがもう本当に僕にとっては最高のプレゼントクリスマスプレゼントになったなってあのその、えーね、メールがお便りっていうかもうそれがね、あのー、すごくあのす、ー。 なでましたうんでまああとまあプライベートな話はちょっと変わるんですけどまあ今日土曜日なんでね緩い話ということでねあれですよあのアマゾンプライムってねあの見てるわけですよあのまあまああの何てうんですかアマゾンプライムってあの映画かなとか見れるじゃないですかネットフリックさんいろいろ先あるでしょあの配信できるような。 それでねあのちょっと昼休みっていうか、まあ、僕が食事する時に一人で、えー、食事する時間もあるったりするんですけどその時に合間に。えー ななんかか見ようかなと思って、まあ、映画一本はさすがに2時間そこらあるんでちょこちょこ見れるもんでね、えー、なんかちょっとないかなと思ってたまたまパッと出,出たのが「ですね天皇の料理番」という,う、まあ、当時あった番組なんですね、まあまあ、僕はあんまりドラマとかあ見る方でもないんでで面倒、まあ、くさいかなと思うながちょっと、まあ、な,なんかこう音がないと寂しいしと思って映像もないとと思って。 でまあ、それを見てたらですね何、えー、かこういろいろこう心がですねギュッとこうギュッとくるわけですよ。でそれでもう一貫してあの思ったのはですね、えーまあ、料理をもてなすとかいろいろ,いろんな言葉があるんですけどその中でやっぱ「真心」という言葉をですね、えー、非常に、えー、痛感させられましたね。うん あ軸になっているテーマの一つなんやのなっていうことが分かりました、うん。感動しましたね。うん、やっぱりそのなんていうんですかね。僕も自分の仕事に置き換えたときに、えー、思いあの真心をね常に思って、えー、作品作りに取り込む。 でいるやろうかかなと自自自分自問自答もしましまたあの改めてねまあそういう思いではあずっとねあのー、制作はしてきている自負はあるんですけどあのー、ね真心があるんやったらこういう行動をとるやろうとかね、まあ、それがもうた足りてないなというところもありますよ。<laughs> だけどもあのー、そういう改めてえー 真心ということをですね、えー、思いましたね。まあ、僕らも何て言うの？あの革製品を作ってるじゃないんだよね。真心を届けてるって言うか、うん。革製品を通じてですけど、そういう所作というか。そういうクリエイトを通じてえー、心。 お届けしてるんやなっていうことは本当にね、えー、そこをもっと深掘りしていかなちゃいけないなとそれを逆算した時に、えー、いろんなものづくりに対するあのアイデアとかを逆に浮かんでくるんじゃないかなって、うん、2021年からですねまたさらに気を引き締めてですね、えー、そういうあのハートフルなあロックなハートフルでロックなねエモーショナルな。 あ、そういう作品作りを届けていきたいなと思いますしね。うんまあ、笑顔のキャッチボールをーしていきたいなと思います。はい、そんな感じでね、えー、今日は真心というテーマですね。お届けしました。それではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね、バイ。